沖縄生まれの又吉投手は地元の県立高校出身。入学当初は身長158センチ、体重40キロ台と小柄で、ついたあだ名は豆。当時は控えピッチャーでした。大学を卒業後、選んだ道は四国の独立リーグ。1年目に13勝を挙げ、リーグ最多勝、一躍プロ注目のピッチャーに。その年のドラフトで中日から2位指名、独立リーグの選手としては初の快挙でした。中日では1年目から開幕1軍をつかみ取り、67試合に登板。サイドからのキレのある球を武器に、入団から3年連続60試合登板の球団記録を達成。そして侍ジャパンでも活躍。沖縄出身の選手としては初めての選出となりました。昨シーズンはチーム最多の66試合に登板、防御率ホールド数はキャリアハイを更新しました。怪我にも強く、中日8年間で400試合に登板したタフネスウーマン。さらにこんな一面も。チームメイトの日常をツイッターにアップ。球場では見られないお宝ショット満載で、ファンから付けられた愛称は又吉広報。そして FA でホークスに加入。独立リーグ出身選手としては史上初の FA 移籍です。困った時に又吉、誰かがいない時に又吉、言われればどこでも行く、その中で変わりのない存在になっていきたいなと思います。まだこいつ投げてんのって思われるぐらい、投げていきたいなと思います。V 奪回へ、フル回転を誓う独立出身の星。そんな又吉投手をよく知るある方からメッセージ。お、何してるば、お主。元ホークス亀澤恭平さん。又吉投手の大学時代の先輩で、中日でもチームメイトでした。3番。新1年生であいつが入ってきた時に、まあもうマッチ棒みたいな体してて、球を投げてもまあ115キロぐらいですかね、まっすぐも。なんでプロになるとは僕は到底思ってなかったし、成長の比率って考えると本当に努力したのかなっていうのはプロで出会った時にも感じましたし、やっぱりもう体がもう7回りも8回りぐらいも大きくなってたので。又吉投手の人柄については、一番覚えてるのはいろんな人に話を聞いてましたね。外野手、内野手、キャッチャーとかいろんな先輩から話を聞いて、あの盗もうとしてるのはあの彼だけだったですね、当時は。あのその学年でですね、お酒飲む時にものすごく野球小僧になるようなイメージがありますね。こんなピッチャーになりたいんだとか、うん、日本代表するもっと野球上手くなりたいとか、野球をすごく熱く語り始めます。野球に没頭しすぎる又吉投手へ、どうしても言いたいことがあるようで。頑張れって多分みんなから言われてるので、頑張れとは言いません。ただ陰ながら応援してます。最後に一つだけ、電話に出てください、あなたは。お願いします。出ろよマジで。出ないんすよあいつ電話、なかなか本当に。